株式会社アミューズバンセルフの平野剛さんです。では平野さん、よろしくお願いいたします。はい、株式会社アミューズバンセルフの平野と申します。本日は弊社が開発製造しておりますドローングローシリーズをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。ではまず簡単に当社の概要を紹介させていただきます。当社は測るに関わる業務を行っています。体積を測るなどの測る、また、しかしながら最も多いのは形状は分かっているが測りようがないを解決するため、ハードウェアやソフトウェアを開発するなど作戦を測るといった測るになります。これは国交省やコンサルタント企業、ゼネコンなどさまざまなところから依頼があります。また国内だけにとどまらず海外からの依頼もございます。これら測るに対しハードウェアからソフトウェアの開発までのほとんどを自社で開発しています。事業開始年度である2001年からさまざまなものを開発してきました。その数はざっと400以上に上ります。そのため自分たちでは問題解決企業だと思っています。今日はドローンがテーマなので当社がなぜドローンを開発しているのかをご説明させていただきます。当社は創業当初から移動するものにセンサー類を搭載してどんどん三次元化していくことを得意としています。画像にあるように有人航空機、船舶、自動車などです。左下にあるのは雲仙普賢岳で行われている無人化施工の重機です。まずは有人航空機の例です。これは大阪の天王寺駅周辺のデータの一部です。30センチ四方に1点の点群となっています。皆さん今では Google マップなのでこうした画像を見られると思いますが、これを行っていたのは2004年です。精度も5センチ程度とかなりの高精度であったことから大阪府全域、兵庫県や石川県、東北の広域といった単位で3次元測量を行っていました。2007年には新潟中越地震、2008年には岩手宮城内陸地震が起きました。当社は先ほどご紹介した有人航空機をすぐに飛ばし測量を行いました。しかしながら有人航空機の運用にかかる費用はとても高価です。日本の災害のほとんどはこのように家の裏山が崩れるといった災害が多いです。先ほどのように大きな災害では有人航空機を使った測量ができるのですが、このような災害時にはいろいろな問題でなかなか使うことができません。例えば被災地まで移動時間がかかること、また当然ながら高価な機材ですので機材数がかけられます。そのためとても費用が高額になります。ということで誰もが航空測量ができることを目指し、自動飛行が可能な小型航空機、今でいうドローンの開発を始めました。これは2006年のことです。当初のドローンはこのようなものでした。機体の重量は3キロ未満、そのため当初から比較的長い時間の飛行が可能でした。使用事例をご紹介します。こちらは和歌山県那智川で行った土砂災害の現場です。4キロほど離れた源頭部までの動画撮影を行っています。またこちらは岐阜県下呂市のものです。斜面に60トンの落石が見つかったもので、災害になる前に落としてしまおうという日本初の工事です。落とす状況を撮影し、画像解析でその動きを解析したりしました。そちらがこの映像になります。用途に合ったさまざまなドローンを開発してきました。長時間飛行のもの、多機能なもの、変形するものなどさまざまです。オールマイティなものが作れれば良いのですが、現実的には飛行時間等の問題でなかなか難しいです。さまざまな調査を行った例をご紹介します。2014年御嶽山の噴火がありました。
公的機関の要請によりすぐに現地へ駆けつけました。この頃市販されていたほとんどのドローンの飛行時間は10分程度。当方の長時間飛行に開発したものは3キロ程度のものを搭載して1時間程度の飛行が可能であったため、さまざまな機材を搭載して2日で22回のフライトを行いました。離着陸は標高2400メートルの駐車場です。そこから1200メートル上昇させ標高3600メートルを飛行、最遠方 6.5 キロの火口まで飛ばしました。自動飛行したルートはこのようなものです。風向きにより2箇所から離着陸を行いました。何をしたかというと、まずは3キロ程度のサーマルカメラを搭載し火口部を旋回させ、マグマ爆発なのか水蒸気爆発なのかといった調査を行いました。次に同じく3キロ程度のサンプラーを搭載し噴火口に突入しエアサンプリングをすることで硫黄濃度の測定を行いました。さらに分光計というものを搭載することで噴煙の断面を測り噴煙の体積を推定しました。先ほども言いましたが、これらの調査のため2日間で22回のフライトを行いました。ここまでのようにさまざまな用途にドローンを活用してきましたが、ある時国交省の方にドローンの活躍は目覚ましいものであるが実際の災害では雨や風があると言われました。そうしたことで開発したのがこの全天候型ドローンです。雨天はもちろんのこと、風が秒速25メートルの時でも飛行が可能なように開発しました。これは国交省の方と行った検証の状況です。無茶な操作をしてもスティックを下にしない限り墜落しないと伝え、可能な限りめちゃくちゃな操作をしてもらっています。下には6キロの重りをつけています。そしてこれは筑波の建設研究所の敷地内で横から25メートルの風と水を吹かせている状況です。そしてこちらは悪天候の中を安定して飛行している状況の映像になります。このドローンは2018年の台風時に冠水した関西国際空港の災害時に活躍しました。海上空港であることから常に8メートル程度の風が吹いているとのこと。そうした状況下で撮影を行い、写真から3次元モデルとオルソ画像を作成して被災状況が分かる成果を発注者に納品しました。ここからは当社がレーザー測量用に開発したドローンのご紹介をさせていただきます。当社のドローンにはそれぞれ特徴を持った2機種がございます。こちらは一般的なドローンと同様リポバッテリーを採用したものです。この機体で最も重視したのが可搬性です。簡単に折りたたむことができコンパクトに収納できます。リポバッテリーには国産のインテリジェンスバッテリーを使用しております。フライトコントローラーにはオープンソースで提供されているものを採用しており、完全なオープンソースなのでユーザー自身でカスタマイズすることも可能です。 LTE モジュールも搭載されているので SIM カードを挿すことで遠隔地からの制御も可能となっています。昨今ドローンによる測量や点検が認知されてきました。しかしながらいろいろなドローンを作りいろいろな業務をこなしているとどうしても問題となることが出てきました。それは皆さんも同じだと思いますが飛行時間です。2、30分の飛行ではとても心もとないです。そこでエクステンダー、いわゆるエンジンを搭載したハイブリッドドローンの開発を始めました。求められているのは飛行時間以外にもあります。それは主要な部品が国内のもので国内で開発生産されている、いわゆる純国産であるということです。こちらは動力源にレンジエクステンダー、いわゆるエンジンを採用したハイブリッドドローンです。小型のリポバッテリーを常に充電しながら飛行します。飛行時間は何も搭載しなくて4時間、テイドット3グリーンを搭載して2時間という驚異の飛行時間です。こちらも先ほどのドローン同様 LTE 通信が可能です。また LTE 通信が通じない場所ではオプションで衛星通信も可能になります。レンジエクステンダーには国産のエンジンを採用しているので比較的静音です。地上部では草刈り機程度の音で
50メートルの上空では60デシベルと一般的なドローンと同程度の音になります。ここからハイブリッドドローンの特徴をご紹介いたします。先ほどご紹介しました通り、一般的なドローンと比較して長時間の飛行が可能になります。また内部には AI で使用される高性能なコンピューターが搭載されており、プログラムすることで画像の自動識別などさまざまな処理が可能となります。日本が誇る導き衛星の L6、 いわゆるシーラスにも代用しています。通常高精度に測位するには RTK が用いられますが、固定局との通信が必要となってしまいます。シーラスの場合、そうした通信が必要なく高精度な測位が可能となり、L6 信号を利用するセンチメーター級の測位を実現します。シーラスは RTK のような通信が必要ありません。また LTE 通信が可能となり、これによりプロポとの通信が途切れた場合でも遠隔地からの制御も可能となります。ただし測量を行う山間部や海岸線などは LTE 通信ができない場所が多いです。そういった場合、衛星による制御やテレメトリーをオプションで用意しています。ここからはグローシリーズの詳細なご説明を動画でご紹介いたします。こちらをご覧ください。ここからは今回開発しましたドローンの紹介です。開発しました平野からご説明をさせていただきます。平野は現場におりますので早速呼んでみます。平野さん、聞こえますか？はい、聞こえてますよ。ここからは私、技術開発部の平野が説明させていただきます。今回ご紹介するドローンは2機種です。まずこちらがハイブリッドドローンというもので、小型のレンジエクステンダー、いわゆるエンジンを搭載しバッテリーを充電しながら飛ぶものです。こちらはすべて当社で設計し開発組み立てを行っています。レンジエクステンダーにはもちろん日本製を使っています。大阪にあるラジコンエンジンで有名な小川正規さんが開発されたもので、高性能で比較的静音です。ちょうど草刈り機くらいの音の大きさになります。機体を簡単に紹介します。フライトコントローラーには今最もよく使われているオープンソースのピクスフォークを使用しております。なので知識のある方だといろいろと自分好みにセッティングが可能となります。中には AI などで利用されるほど高性能なジェットソンというコンピューターを搭載しています。こちらもプログラム経験者であれば得られた画像をリアルタイムに解析するなど様々な自動処理ができる可能性があります。また LTE 通信が可能となっており、プロポの通信が途切れてもリカバーすることができたり、後ほどご紹介いただくソフトバンクさんの遠隔制御などができるようになります。 LTE でも通信ができない場合はオプションで衛星通信も可能になるよう開発してきました。センサー類の取り付けはワンタッチです。先ほどトミーがご紹介しました D ドットシリーズも簡単に搭載することができます。搭載可能な重量は3キロまでで、 T ドットを搭載しても2時間という有人ヘリコプターと同じくらい飛ばすことができます。次にご紹介するのはリチウム電池を使った汎用型ドローンです。もちろん当社で開発したドローンになります。産業用ドローンの標準プラットフォームになるよう開発してきました。こちらには日本製のインテリジェンスバッテリーを搭載しております。特徴的なのは折りたたみ構造で現場への可搬性を重要視しました。ハイブリッドドローン同様ピクソークであることやジェットソンを搭載しており、 LTE ももちろん使えます。搭載可能重量は5キロまでで、5キロ搭載時でも30分以上の飛行が可能となっております。これほど高性能なことが可能になったのは14層になる基板が開発できたことになります。会場でトミーに説明してもらいます。はい、こちらがハイブリッドドローンの基板となります。こちらがドローンの心臓となります、フライトコントローラー、こちらが通信デバイス、そしてこちらが AI 処理が可能となりますジェットソン NX デバイスとなります。そしてこちらが LTE モジュール、そして、こちらが日本の、測位衛星である導きのデバイスで、こちらによりセンチオーダーの、測位が可能となっています。
そしてこちらにですね、衛星通信のオプションである衛星通信のデバイスが入ります。このように1枚基板の上に様々な高性能デバイスが搭載されています。全てが基板化されているので断線などの心配も一切なく、安心安全なシステムとなっています。あとこちらはコントローラーになります。Qグランドコントロールをベースに直感的に操作できるよう当社がカスタマイズしたものです。さらにエンジンの情報など必要となる情報を見やすく配置しています。では、平野にカメラを戻して実際のフライトを行ってもらいます。平野さんどうぞ。はい、じゃあエンジンかけます。はい、南極圏飛行します。はい、平野さんありがとうございました。はい、そして2023年5月こちら国土交通省の方々に見守られる中、長時間フライトで3時間のフライトに成功した映像になります。長時間フライトできる機体ということで様々な活用方法が考えられます。例えばカメラを搭載して河川の上流から河口までの定期巡視、被災時の携帯電話などの中継局に使ったり、津波発生時など沖合まで飛行させ状況を把握するなども考えられます。また軽い荷物の運搬にも使えるかもしれません。さてここで昨年の10月末に行われた砂防ダムの点検の状況についてご紹介します。揖斐川町で今日山あいの砂防施設をドローンで点検する実証実験が行われました。今後ドローンで点検できるようになれば大幅な時間の短縮につながると期待されています。実験が行われたのは揖斐川町の徳山ダム湖周辺で、オンラインも含め国土交通省の職員などおよそ380人が参加しました。実験には最長で3時間飛行できるドローンが使われ、およそ5キロ離れた砂防ダムに向け離陸。そしてこちらがインターネットを通じてドローンから送られてきた映像です。砂防ダムに土砂がどの程度溜まっているかなどを確認しました。実験を行った国土交通省の越美山系砂防事務所によりますと、管轄する広さ870平方キロメートル余りの地域にはおよそ200の砂防施設があります。年1回の定期点検はこれまで担当者が山道を徒歩で移動して行い、完了までにはおよそ2ヶ月かかっていました。ドローンで点検ができるようになれば、クマなどに遭遇する危険も減り、期間も1週間ほどに短縮できる可能性があるとしています。毎秒程度の速度で移動していましたが、ここからは白谷さんとドローンで行けばですね、瞬時に被災状況調査が確認できるものと思います。省人化、省力化、作業の効率化に努めてまいりたいと思います。はい、このようにカメラの点検にはとても有効なツールだと考えております。次にハイブリッドドローンにグリーンレーザーを搭載して測量した例です。こちらは2021年に国交省の航空検討を行ったもので、西表島で行いました。通常ドローンによる測量は300メートル四方程度の範囲が守備範囲ですが、この時の範囲はこの図の通り、大きいところでは 2.6 キロ ×1 キロに及びました。この3箇所を半日でスキャンすることができました。その時の飛行状況はこのような感じです。先ほどの飛行結果からこのようなデータが得られました。こちらはパスコ様のご協力を得て備蓄系解析したものです。遠光遠脚の詳細な形状が見て取れます。
こちらは拡大したものです。かなり詳細な備蓄計が得られています。この図は地上からマングローブの断面図です。そして下の図は遠光遠脚部の断面となります。最深部で20メーターとなっていました。現在ご紹介したハイブリッドドローンを全天候型にしたものの開発を進めております。実際の形状はこの画像とは異なり、かなりコンパクトでフットワークの軽いものになります。何かご質問などございましたら、こちらにお気兼ねなくお問い合わせください。また本日ブース内のスタッフにもお声掛けいただけたらと思います。当社は引き続きお客様のニーズに即したかゆいところに手が届く製品を開発提供し続けたいと考えています。ご清聴いただき誠にありがとうございました。